おいら全部思い出したぞ。よかった、今回は適応が早かったわね。おいらたちアーカーシャを外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。あれは一体どういうことなんだ。でもこれでオイラたちが同じ日から抜け出せないのがアーカーシャと関係してるってことが分かったな。もしもアーカーシャがみんなの英知を盗もうとしてるのなら、なんでこんな状況を作り出したんだろう。実験台にいるマウスがそのような扱いを受けている理由を知るのは確かに困難極まりないことよ。オイラたちをマウスに例えるのかよ。だったらお前は何なんだ、ナヒーダ。お前はまだオイラたちに正体を言ってないだろう。私は月かな。月？それってオイラたちがやった占いの結果じゃんか。私が誰であるかを知っても真実を知る手助けにはならないわ。そんなことよりもっと他のところに注意力を使いなさい。じゃないと手がかりを見逃してしまうわよ。わかったよ。昨日はディシアがたくさん助けてくれたし、今日もまずはディシアに会いに行こうぜ。ちょうどあの人揃いたちが現れる時間だしな。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。お嬢様に怪我がないといいんだが。あれ、ディシア。どうした？二人ともなぜ私をじっと見つめている。なんで怪我をしてないんだ。は？どういう意味だ。あんな軟弱な人さらい相手にどうして私が怪我をしなきゃならない。なんであんたが体験のことを知ってるんだ。私は誰にも言っていないはずだ。それにそのことはお嬢様にしない。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ。強いて言うならそうだな。私が体験を変えたのはあんたたちも知っているが、新しい体験だっていうのに妙に手に馴染むんだ。まるでこいつを使って数えきれないほど戦いを経験してきたかのようにな。つまり頭の中にはこいつを使って戦った記憶はないけど、体の方にはあるってことか。ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた記憶こそ最も重要なものだ。頭で一つ一つ覚えているような技はただの付け焼き刃に過ぎない。旅人どう思う。そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信短術の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかったし。何を言っているのかわからないが、まだ危険が。危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休める場所まで連れて行かせて、お前は人さらいの共犯者を探しに行くだろ。どうして私の言おうとしたことを。独身術か。まあ早く取り掛かろうぜ。結局あのこと以外に変化はなかったな。ナヒーダ、実は今日いつもは人さらいを撃退した後に怪我を負うディシアが
今日だけ怪我をしてなかったんだ。これって過信短日の輪廻が終わったってことじゃないか。ドニアザードもこれで助かるかな。そう、そのような進展があったの。悪くないわね。なら今日はゆっくり休むといいわ。おい、なんだよそのどっちつかずの返事は。明日はやってくる。このことは誰にとっても当たり前のことよ。でも本当に明日が来るかどうか知ることができるのは明日のあなただけ。今日が何回繰り返されたのか、今日の次が昨日である可能性はないか。明日という言葉がそもそも初めから捏造された概念なのではないか。もしかしたらこの世界は全てがまやかしで、この大陸の歴史もただの長い過信短祭に過ぎないのかもしれないわね。もうこの話はやめにしよう。ただでさえ頭が疲れてるっていうのに。だから明日になったらおのずとわかるわ。今日は無意味に脳を使うなということね。しっかりと心身を休めてちょうだい。バーッとトイレにでも行けばいいわ。あ、なんだって？オイラの聞き間違いか？あら？人はトイレに行った後、すがすがしい気持ちになるって言うでしょ。だからそれを勧めたのだけど、変だったかしら。あまりにもおかしくて常識外れだから、何を言えばいいのかわからないぞ。さっきまでなんか難しい道理を解いてたのに。そうだな、毎日は過信短祭で楽しい日々ではあるけど、ずっとのんびりできてなかったし。行こうぜ、部屋に戻ろう。収穫を続行する。結果と比べればこれらは些細な代価に過ぎない。結局また同じ日かよ。ナヒーダ、お前本当は昨日の夜過信短日の輪廻がまだ続くって知ってたんだろ。なんで教えてくれなかったんだよ。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことになる。それでもなお明日は訪れないのよ。だったらいっそその貴重な機会を利用して、つかの間の希望の中心身を休めた方がいいでしょ。もしかしたらそのおかげで思考がより明晰になるかもしれないし。確かに、ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りはあなたたちが私の全てなんだから。えっ、急にそんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね、あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私だけど、逆に私のことが見えて私を感じることができるのもあなたたちだけなの。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら私は存在しないのと同じ。だからあなたたちが私の全てということよ。分かった？なんかナヒーダがまたわけのわからないことを言い始めたぞ。雑談はここまでにしましょう。旅人、昨日の新たな手がかりから現状に対して何か違う見解は得られたかしら。え？急に以前の考えを否定するなんてどういうことだよ。あ、確かにそうだな。前はそんなところまで見てなかったぜ。単なる時間の循環なら体の状態も元に戻るはずだもんな。なら新たな結論は何かしら。
傭兵は体に刻まれた記憶に頼ることが多い。だからディシアにリンネの中で怪我をしない状況が発生した。どうやら明確な関連。一日が終わるとき、その日の記憶も全て消去されるのなら、同じ日を過ごしていることに気がつかない。そっか、あの毎晩鳴るアーカーシャの音はオイラたちのその日の記憶を消去してたんじゃないか。だから目が覚めるとみんな過信探査を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるのに、みんな昨日だって思い込んでるけど、体に刻めた記憶は消せない。だからディシアは新しい体験を扱えた。これで全部辻褄が合うぞ。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒーダ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴をホタルに見立てて照明に使っているようなものね。感覚にこだわりすぎるがあまり本質を見落としているわ。全然簡単じゃないぞ。なんならディシアともう一度話をしてみたらどうかしら。新たな収穫があるかもしれないわよ。そうだな、もともと手がかりはあいつから得られたんだし、行ってみようぜ。